皆さんこんにちは。京都市長の門川大作です。大学の町、教育の町、また常に新たな産業を生み出してきた町京都にとって、京都コンピューター学院、さらに情報大学院大学は誇りであり宝であります。先ほどから長谷川統括総括理事長、また発起人の堀場正夫様のお話、来賓の方々のお話を聞かせていただき、改めて感銘いたしております。長年にわたってのご尽力に心から敬意を表します。ありがとうございます。また長谷川康子学院長、ありがとうございます。京都は歴史と伝統の町であります。同時に決して古い都ことではありません。常に新たなことを挑戦し続けていただく町であります。水力発電が初めてできたのも京都です。市電が走ったのも、映画が初めて上映されたのも京都であります。そういう意味で京都の町の特性を見事に発揮してのいただいてのコンピューター学院の50年、また創設10年にして経済雑誌で日本で最も成長力のある大学として称賛されている、本当に偉大な歩みに改めて敬意を表したと思っています。もうルールそれぞれからお話ありましたので、私は感想だけ申し上げたいなと思っているんですけど、やはり志の高さ、そして先見性、さらに優しさ、早くから23もの国に発展途上国と言っていいんでしょうか、優しさでもって支援をし続けてこられました。そして一番大切なのは挑戦心、実行力であります。素晴らしい50年の歩みに、私たちは今混迷している日本社会の中ではありますけど、このコンピューター学院50年の歩みに学ばさせていただかなければならないな、改めてそう感じております。さて、もう一点、大変お世話になっておりますクールジャパン、コンテンツ産業をしっかりと充実させていこう。京都は漫画文化の発祥の地でもあります。長谷川理事長にお世話になって、西日本最大規模の漫画アニメフェア、あるいはコンテンツ産業振興のための取り組みを進めております。力強く取り組んでいきたいので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。結びになりますけれども、堀場正夫様がおっしゃった、ぜひともコンピューターミュージアム、博物館を創設していただきたい。そのために今日お集まりの皆さんのご支援も京都市長としてお願い申し上げたいと思います。お見合いの言葉に返させていただきます。ありがとうございます。